おっす、日健くんです。今日ね、緊急でね緊急で動画回してるんですけど、明日何日だっけ。明日16、8月16日火曜日に、ブレイキングダウン 5.5 を開催するらしくて、それのね、勝敗予想を緊急でね緊急でやろうかなって思ってて、していきますか。お願いします。お願いします。では緊急で動画を撮っているということで、サクサク進んでいきますね。第1試合目がキックルールで、カマル VS メガネ社長ということですが、ズバリ日健くんの勝敗予想お願いいたします。まあ、俺的にはカマルくんは勝つんじゃないかなって思う。それもやっぱ身長差もそうだし、当て感っていうのかな、まあ、8秒で KO してるんで、はい、カマルくん前回ね。でメガネ社長も打たれ強いだろうし、まあ、勢いもあるし、ちゃんとこうガードもしてるんでね。でもやっぱりカマルくんの方が上じゃないかなって思います。俺的にはさらに踏み込むと、判定か KO か。KO してほしいっていうのがあるけど、まあ、あでも、まあ、KO かな。 KO で、左がカマルくんの左が綺麗に入ってカウンターかな。ありがとうございます。はい、では第2試合目、 MMA ルール、歳三 VS 岡迫選手。これも、はい、キックルールだったら歳三くんかなって。おう。で MMA だったら岡迫くん。はい、岡迫くんは本当強くて、オーディションでは全カットになってて、ちょっとかわいそうだなと思ったけど、あの翔英いるじゃないですか。はいはいはい、みんな大好き翔英。あれに勝ってるんで、岡迫くんは。やっぱり、まあ、本当むちゃくちゃ強くて、まあ、今後格闘家としてのその才能というか、本当ゆくゆくはこう上に上がっていくんじゃないかなって思うんですけど、歳三くんもね、打撃すごい綺麗で上手くて強いんで、勢いもあるし。だけど今回ルールが MMA なんで、組まれたら歳三くんも負けちゃうかなって。なるほど。だから組まれないように戦えば歳三くんが、打撃では歳三くんなんで、はい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 、まあ、そこがねちょっと難しいかな。そのあの1分間で岡迫くんもねがっつり行く選手なんで。で結局勝敗予想は、これは岡迫くんじゃないかなって正直思っちゃう。なるほど。うん、KO ですか、判定ですか。判定じゃないかな。なるほど、ありがとうございます。はい、では次、第3試合目、2対2のルールなんですかね、これは。墨田家にきプラスベイアン、はい、VS 山岡選手と信原選手。そらくんだね。はい、これはもう山岡くんとこの方が勝つんじゃないかな。はい、まあ、2on2 ってこれ立ちだけなのか分からんけど、はい、あのそらくんもね、あの宮島くんと戦って、はい、あんなもろ入ったのに全然効いてない感じで向かっていくから、すごい根性でしたよね。そう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 。で山岡くんね、普通に強いっすね。あの組柔術の子なんですけど、はいはいはい、最近打撃もねこうみっちりやってるみたいで、まあどれだけ進化したかってのはちょっと分かんないけど、正直山岡くんと空くんのペアじゃないかなって。なるほど。俺は思うかな。ベイヤン君とかもめっちゃ練習してるけど、ちょっとやっぱこう数ヶ月で変わったとしても、もちろん山岡君たちも毎日練習してるから、その面ではやっぱりちょっときついかな。墨田家にきはオーディション見たけど、ちょっと対戦相手がちょっと厳しいかなって。なるほど。見た感じね、俺の予想ね。はいはい。だからまあ山岡君ペアが判定じゃないね、KO 勝ちというか、 KO 勝ちなのかな、分かんないけど勝つと思います。はい、ありがとうございます。はい、次第4試合目、キックルール、ハイメ VS 醤油ニキ。これね、醤油ニキがどこまで強い人か分かんないけど、はい、オーディションも戦ってないから、見てないから分かんないけど、はい、ハイメ君はあのオーディションでボクサーにハイキック、あの山本選手にハイキックバチン当てて KO 勝ちしてるんで、うん、なんかこれはハイメ君じゃないかなって。
なるほど。普通に強いし、だってなんならあのトライフォースにもスカウトみたいな感じ、うん、なんか今練習してるみたいなんで、はいはいはい、もともとが強い人だと思うんで。ちなみに翔ユニキ選手はあの日本拳法ねやってるみたいですけど、その日本拳法がどれぐらい体に馴染んでるかわかんないけど、はい、まあ、俺よりも強いかもしれないしね、わかんないけど、まあ見ものだよね。ボクシングと日本拳法やってるって書いてあるから、うーん、どうなんだろうね。ハイメ君の当て感みたいなのもすごいし、はい、ハイキック当てるって相当だからね。なるほど。うーん、まあ俺はハイメ君が KO 勝利じゃないかなって。ありがとうございます。では、次が第5試合ですね、うん、米尾 VS 雪虎選手。あ、まあ米尾くんはね、もう間違いなく体のつきも変わって強くなってるんで、はい、で雪虎くんはまあ喋ったことはあるけど、どういうファイトスタイルかとかも分かんないから、だからまあ知ってる米尾くんの肩持つわけじゃないけど、米尾くんかなって。真面目に練習して、本当に体もすごかったから、写真見たけど、だからまあ、米尾くんかな。KO できますかね。判定勝ちじゃないかな。なるほど。わからん。ありがとうございます。うん、では最後に、はい、キックルール、DJ 社長 VS 10人に来た。もう10人に来勝利ですね。もう、やっぱりスーパースター。はい。僕の失神食らって、また応募して、眼科帝食らって、またこうやって出てくるわけだから、はい、もう体中ね、そこら中すごいね、あのプロの選手でもなかなか負わない傷を負ってね。でも本当でもね、 DJ 社長の動画、はい、あのミクル選手と戦ってるやつ、はいはいはい、引き分けてるんで、うんうん、だから社長もまあもちろん勢いはあると思うし、はい、まあ、全然10人にいてもね、ワンチャン負けれるっちゃ負けれるかな。ただやっぱり階級も違うし、だから全部体格から何か違うから、でおまけに10人にいてはパワーすごいんで、そこはね、あのビビらずに攻めて KO してほしいですね。ちなみに10人にいて、うん、まあ、その日健君とやった時もワンパンだったり、うん、ソラ選手とやった時もね、うん、あのそう食らってしまったり、うん、こうまだ実力の一部もまだこう出してないというか、出してないのか嘘なのかわからんけど、まだこう視聴者も含め僕らも知らないんですけど、実際にケン君ちょっとこう最近ねコラボ一緒に撮ったりとかして、そうですね、ちょっと付き合いある中で一緒にいてどういう印象を受けますか。その弱いな、弱い。そのパワーはあるっていう。あ、パワーはでも本当に腕相撲もそうだし、はい、やっぱ腕も太いし、うん、で野球やってたんでね、フォームはめっちゃ良かったけど、うん、ポテンシャルはあるかなっていう。うん、あると思う。なるほど。だからそうね、マジ頑張ってほしい、ね、本当に。あのなんか今後とのこうお付き合いとかじゃなくて、普通にね、向こうも仲良くしたいって言ってくれてるから、だからやっぱ友達としてね、本当にマジで勝ってほしいから。であと、まあ、DJ 社長なら勝てるとは思うんですけど、もしこれがあの DJ フォイさんだったらまあ厳しいかな、うん、なるほど。動画見たんですけど、まあ、社長ならまあ勝って当たり前だと思いますよ。10人に引きがね、実際その格闘技、うん、その最後の試合なんて特に2人とも格闘技未経験ですよね、うんうん、ってなった時にこうフィジカルの部分が大事なのか、それともその気合、うん、根性が大事なのかっていうと、日健君的にはどういう見立てですかね。あ、まあ、気合かな。なるほど。フィジカルももちろんそうだけど、結局のところ、うん、ビビったら負けだし、あの戦ってる時にね、うん、負けだし、あれに KO できんくても、やっぱこう気合と根性でもう攻め続けた方が結局勝ちだと思うんで、そのまあ試合内容はまあどっちにしろ面白くはなると思うけど、まあ、勝つなら最後まで攻めた方が勝ちだと思うかな。なるほど。だからね、やっぱ本当にあの子はこうやって殴るとき、ちょっとこうやって腰引きながらだったから、そこをね、こう堂々と本当にもうね、ぶちのめす勢いで攻めれば絶対勝てると思うし、本当に勝ってほしいですね。
ありがとうございます。はい、はい、ね、勝敗予想はまあこんな感じで、まああくまでね僕個人の意見だし、それでね俺がなんか偉そうにお前が勝敗予想すんなとかそういうのはいらないんで、まあ一視聴者としてねただ言ってるだけなんで、いちいちね俺に突っかかってくるやつは本当帰ってしこって寝てろ。まあとりあえず今回の試合の中で、うん、一番注目してる試合とかあるんだ。まあ注目しとる試合はハイメ君と醤油にき、うん、とまあやっぱね社長と十人にきの試合って、うん、醤油にきって俺オーディションの時さやっぱ生でこうやって見とったけど、うん、めちゃめちゃ醤油かぶってたんだ。うん、頭から本当にめちゃめちゃもう臭くて、うん、でなんだっけ醤油って死ぬんだよな一本飲んだら。一本飲んだら死んじゃう致死量だね。あのねそれは頭からかぶるってさ、うんうん、見たことねえもん醤油頭からかぶるやつで生きとるやつそういう面でも生命力ってすごいんだろうなってすごいよ、ね、うん、だからね、前回も出れなかったのかなって思うし、うん、強すぎて出れなかった可能性あるよね、うん、もう生命力半端ないと思う、うん、その辺においては、うんうん、まあでもねハイミ君にはやっぱ勝ってほしいし、うん、まあ、勝つと思ってるしね、まあ今の生命力的な問題だから、うん、まあその辺は関係ないかな、うん、であと10人にきっと社長それもやっぱりね今回本当なんつうのセコンドで呼んでもらったし、まあ、本当にね全力で勝つように、まあ、応援は本当にするし、うん、最悪、ね、社長にボコられて負けるようなことがあれば全然俺一人でレペゼン全員潰してやろうと思ってるから、うん、まあ、その辺はもう安心して、ね、好きにやられてもらってもいいかなって、まあね、うん、全然あんな5人ぐらい大したことないね。まあでもやっぱり勝ってほしいね。勝ってほしいね。今だってさ伊原と10人力が最弱みたいなだけど、その社長を倒すことによって伊原と社長が最弱みたいな、あ、なるほどね、10人に来たらそこから抜け出せて、はいはいはい、ね、ブレイキングダウンをこうやって引退して、うん、あの解説の方にしっかり回れるじゃん、うんうん、自分でもねもう正直しんどいみたいに言ってたしね正直しんどいっつってね2000ぐらいしかやってないんだけど多分ね多分今までろくに喧嘩もしたことないと思うけど分からんけどね、まあ、でもやっぱスーパースターだしね、俺もブレイキングダウンではまだ1回しか勝ってないけど本当にあの勝った時の喜びっていうのをね味わってほしいなって。なるほど、うん、戦略みたいなのあるの？セコンドにつくけど戦略、まあやっぱりさあの夏はあの戦った人は本当分かると思うけど、あの戦い慣れてない人、素人だったりそれこそリングの上上がったことない人分かると思うけど、あの1分内で倒すってなるとやっぱりどうしてもね力んじゃう、力入っちゃって、で倒そう倒そうっていう思いが勝つからこういうパンチになっちゃう。それはね分かる。練習しとる時はやっぱりさこうやって肩の力抜いてこう楽にできるけど、やっぱりいざ試合ってなると緊張もするし、みんな見てるからいいとこ見せたいとか勝ちたいって思いが勝って力んじゃう。だからああいう変な殴り方とかなっちゃうのも分かるし、でもやっぱり全力でねみんな戦ってるから、そこはね全然なんかバカにする必要もないと思うし、一生懸命やってる人をバカにするってね、まあどうなのかなって思うしね。まあ戦略っつっても結局は気合いだと思うしね。1分間ならボクシングとかだったら12ラウンドとか体力考えてってあるけど、1分だから俺みたいに体力なかったら30秒で頑張って仕留めるとか、うん、もう本当に攻めた方が勝ち。気持ちってことね。気持ち、うん、なるほどかな。ありがとうございます。はい、そしたらじゃあ最後に何、じゃあ明日のあの出場する選手に向けて、ああやっぱ本当ねまたこうやってチャンスつかめたってことなんで、頑張ってください。いや、頑張ってください。まあでも、やっぱりもう楽しいんで、もう頑張って揉めてください。いや、まあでもね、怪我ないように。はい。うん、本当に、最後は笑顔でね、楽しかったってね、
思えるように頑張ってください。応援してます。はい、はい、まあね、こんな感じで、まあ、僕の勝敗予想はまあこんな感じ、こんな感じか、うん、なんでね、まあ、最終ゲームは楽しんで、ね、気持ちよく終わってもらえればいいかなと思って、まあ、怪我だけはしないようにね、今からみんなのね、なんだっけ、合格じゃない、何だったっけ、何祈願、勝利祈願、勝利祈願、安全、勝利と安全祈願、まあそのなんか お祈りしに行ってくるから、あの頑張れって神様のとこ行ってくるから、ちょっと、まあ、そっちをねちょっと見てください。俺たちはじゃあ押す、まあ、ここはね、あの僕が初めてブレイキングダウンを受かったあのあれよ、お祈りしに来たとこへ来たね、ここにね。そう、ここでお祈りしたら願い叶ったんで、はいはい、だから、まあ、みんなの健闘をね祈って、まあちょっとね、日健くんにとってのなんか聖地みたいな、まあ聖地じゃ聖地だね。とりあえず暑いねえ、うん、もうこっから出たくないもんね、こっからここでいいかなって。ダメですね、明日本当みんながね熱い戦いを繰り広げてくれるとね、ね、本当に。でも明日出るメンバーはもう間違いなくみんな面白い試合する子たちだと思うんで、うんうんうん、出たかった、え、出たかった、いやもう暑い今出たかった、でも出たかったよ。あ、そう、うん、面白いもんね、うん、あ、マジで暑いな、ちょっとこれ、あの偏差値上がるやつ、喋りが上手くなったりマイクパフォーマンスが上手くなる魔法の煙、これってでもこれでもって、そう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 、あ、喋れるわ、喋れる、うん、オッケーオッケーオッケー、ただだよね、ただ、うん、じゃあここでみんなの明日健闘を祈ると。そうだね、健闘と、まあ、健康と、はい、うん、完全にビシャモンテン来たな今。ビシャモンテン。いや。我に力を与えたまえが来た。熱いマジで。半端ない。倒れるこんな。いやもうね本当ね、うん。熱中症みんな気をつけて。いや本当にねマジでそれ、あとやっぱりあのバチバチになるのもいいけど、うん、やっぱり。笑顔、笑顔が大事、笑顔、笑顔が大事、笑顔、うん、なんかみんな笑った方がいいじゃん、はいはい、俺平和主義者なんだかんだ言って。なるほどね、うん、別に人殴るのに何のためらいもないけどでもみんな幸せがいいじゃん、はいはい、一番はさバチが当たったけど大丈夫お礼参りが遅かったんだよ。そうだっけ、うん、午前中だったっけ。午前中とかじゃなくてな、受かってすぐに来るべきだったね。やっぱ暑いもんさ、汗出るよね。当たり前だ。そうね、当たり前のことだね。めっちゃ暑いよ。なんかほこりですよ、なんかついた。じゃあね、この辺で締めますか。
そうね、本当みんな頑張ってもう応援してるんで、チャンネル登録、高評価よし、はっつえ、マジで帰ろう。これおみくじ、あれか、カード使えへん、うん、使えへん、100円する、あれおみくじって普通自分のお金でやるよねそれ俺の、どこにいるの、俺のおみくじみたいなその、あれだよ、下下、あ、ほら、うん、おみくじ、大中小吉凶大凶、どれか見る当たり前、お、いいだろこれ、いいよ、あ、やべ、78、77来る予感しようかな、ここにあるの78、ん78だよな、うん、これどっちでもしよう、これ公向きか、あれでも戻んなくなっちゃった、あれ戻らんくなっちゃった、何番だっけ、78か、どこに書いてある、一番上、右から読む、末吉、あ、こうかな、末吉、おったな、昔解体やった時に末さんって末吉とって、ジジイが読んでみて、ただし正しき道を踏みゆくならば、たとえ義が日になることありとも、松は緑に変わらぬ色濃く、行く手はめてたき宝の、行く手はめて滝宝の山く、あ、これ書いてあるわ、自信を持ちて正しき道を行く者には、理が人見ゆることありとも、苦とするに足らず、松の緑の三沢を捨てず進まば幸ありと、どういう意味、自信持って頑張れとこじゃねえの、わかんねえ、自信を持って正しい道を行く者には、うん、例えば、うん、決してプラスになると思えない道だとしても、うん、そういう道の中に、うん、緑のように、うん、やがて芽が出て、うん、花が咲いて、うん、ね、結構そういう風にこう花が咲いて結果になったりとか、うん、今はまだそれがプラスには思えないことでも、うん、ゆくゆく自分にとってプラスになることがあるから、うん、必ずそういう緑の種を捨てずに進みましょうっていう、うん、緑の種がよくわからん俺あるじゃん、願望、かなふってかなうってことでしょ、そう、病人、ほう、どこで、本ブックス何これ、どこと本ブックス、まあ本ブックスってことで、待ち人来るって、やったよ、失うもの出る、な、うん、くしたもんが出るってことか、そう縁談、縁談って何、よろしいって、あの結婚の話だって、あ、いよいよってこと、うん、よってバイバイ、リアリって、あ、いいってことだよな、そうこれなんて読むの、一、その他よろずよし、何、いいじゃん、よろずよしってどういうこと、全部がいいよってこと、梅よろしみたいな主さってんだまあいいってことだよな、そう、結果じゃ末吉じゃない、大吉じゃん、もうここであれだよね、もうズレがあるよね、ズレがあるよねいいじゃん、すごいじゃん、すごいよ、待ち人いっぱい来るかないっぱいおるんか、だから願望か、
願望でも叶うってことだもんな。でも正直叶ってきとるもんな。うん、まあ、これからまだまだこれからで、うん、願望は